食べ行こう。今日はですね、群馬県桐生市にある金来亭さんにやってきました。町中華久しぶりに行ってみましょう。あなたと今溢れる恋心に色をつけて大切に胸にしまう私たちの恋色。ハロペコ、今日はですね、群馬県桐生市新宿町にある金来亭さんにやってきました。昔懐かしいお店です。店内は小上がり席とテーブル席。待ってる間に漫画が読めるぞ。卓上は一つにまとまってる感じです。卓上はまとまってます。それではメニューを見ていきましょう。まずはラーメン系豊富にありますよ。ワンタン、カレー、味噌、五目、チャーシュー、冷やし。こっちは丼系、カツ丼や焼肉丼、カレーライスもあります。それ以外には焼きそば系、揚げ焼きそば、野菜炒めやスープ系、そしてビール、飲み物ありますね。まず私はこちら、カツ丼880円です。ご飯は大盛りにしています。大盛りの値段ちょっと聞くの忘れちゃったんですけども、こんもり具合がすごいですよ。カツ見たら卵だけだった。こっちがカツですね。カツ丼はやっぱりしみしみがうまい。ということで見てみましょう。玉ねぎまでしみしみですね。それではカツ丼はどうかな。うまい。この短時間でこんなにしみたかっていうぐらいうまいですね。カツの上にかかる卵もいいです。そしてこれ、ご飯すごいですよアピールやってますね。本当に大盛りがすごくてびっくりしちゃいました。公開レベルの大盛りですね。カツもすごく柔らかくてですね、味もしっかりしてますので、ご飯がこれは進みます。カツ一つに5口ぐらいの米いけるかな。玉ねぎまで染みててうまい。こういうお店に来ると迷ったらカツ丼って私は決めてるんですよ。間違いないですからね。グーフ。これ分かりますか。丼に並々のご飯です。気まぐれガールはこちら、チャーハン780円です。珍しいですね、人参が入っています。見栄えが綺麗ですね。黄色、オレンジ、緑が入ってますから。チャーハンはシトパラ系のチャーハンです。卵がかなりパラパラですね。チャーハンなんですけども、味がほんとしっかりしてて私好みだな。チャーハンめちゃくちゃ美味しいです。今回気まぐれガールは美味しいも言わずに黙々と食べて、私先にもらうはずだったんですけどね、半分ぐらいあっという間に食べちゃってました。相方はこちら、ワンタン麺730円です。ワンタン麺って私なかなか食べないんですけど、今日はなぜかワンタン麺が食べたかった。スープなんですけども、見た感じしっかりした色のスープですね。ザ昔ながらという感じですよ。これが本当に美味しくて、いやうまい。今時で言うと淡麗系っぽいスープですね。うまいぞ。麺なんですけども、中太麺のちょい縮れっていう感じですかね。黄色が強い麺です。私このスープの感じすごく好きで、麺まで染みてる感じ、これは美味しい。淡麗系が好きな方なんかは好きだと思いますよ。ワンタンでっけー。このワンタンの食感、もちもちな感じがいいんですよね。もちろんワンタンなんで肉も入ってますから。これはうまいな。食感もすごいですよ。激アツですけどね。それでは次はチャーシュー行ってみますか。2枚チャーシューは入ってました。肉肉しい感じのロースですね。これロースのチャーシュー、これが染みててうまい。染み染みですよ。
そんなに濃くなくてしみしみなんで私すごく好きですね。噛み応えもグー。そして食欲が止まらない相方はこちら、焼肉丼1150円です。お肉はロース肉ですね。ご飯が見えないほど肉が乗っています。ちなみにこちらはご飯は普通盛り。いかがですか、この照りと厚み。焼肉丼つっても肉だけドーンとシンプルに乗ってるのはこれは嬉しいですよね。余計なものは一切乗せないっていう感じ。嬉しいのはですね、脂身のところに切れ目が入ってるんですよ。そうすると食べやすいんですよね。うん、タレがなんかかば焼きっぽいタレの味がする。うなぎのタレというかそんな感じの味しますね。焼肉のタレ感ではないです。白米に乗るこのタレ絶妙ですね。焼肉丼のタレが本当に美味しくてびっくりです。かば焼きに本当に近いですね。照りもしっかりあって、これは1枚の肉で米7口ぐらいはいっちゃうんじゃないかな。ご飯は普通盛りですけども結構ありますね。バラ肉じゃなくてロース肉だからこそ合うようなタレだと思いました。すべてごちそうさまでした。私栃木県群馬県で飲食店の紹介をしている MO チャンネルです。本日の近来亭さんメニューは多く、昔ながらのメニューがとても美味しかったです。チャーシューと焼肉丼には参りました。本日はごちそうさまでした。